日大アメリカンフットボール部の悪質タックル問題で負傷した関学大2年生球部の父、奥野康俊氏、52。加藤か、自身の Facebook で日大の第三者委員会によるヒアリングを受けたことを明かした。奥野氏によると、午前10時から約3時間半行われ、第三者委員会からは委員長を務める勝丸光弘弁護士、磯貝健太郎弁護士が、記事全文を読む。